すいません。どうも皆さん、こんにちは。11月4日、日曜日。これが多分ね、公開としては1本目の動画になるかなと思います。午前中に撮ったね、京急のリラックマン、過去発売のね、2本に関しては、もうアップロードがね、完了してるんで、残り公開だけになってるんですけども。まあ、すげえ待った。普通ね、大井とか川崎とかって、大体ね、日曜日の12時もしくは12時半に出走表出るんですよ。ただね、マジで船橋出走表出るのクソドロい。今ね、もう1時55分なんですけど、ちょっとこの後ね、用事があるんで、さっさとちょっと動画撮っていきたいと思います。南関東競馬2週連続2歳重賞行われます。その1本目。先にクリックしましょうかね。11月7日、水曜日、重賞行われます。第64回平和賞 S3 地方交流全日本2歳優勝への、優先出走権がございます。この競争のね、1着馬には、今年川崎競馬で、12月にね、行われます。いつだっけな 12月の、19日ですね。12月19日に、川崎競馬で行われます全日本2歳優勝、交流戦のね、JRA との交流戦の、まあ、2歳のね、ダート王者を、決める、まあ、一戦が行われますんで、それのね、優先出走権が1着馬には、もらえます。というわけで動画撮っていきます。第64回平和賞、距離が 1600m 出走フルゲート14頭。1番サージュ、柏木武宏55。2番ファーストメロディー、赤岡修二54。3番、金戸鉄筋、増田光弘55。4番、スウォードクイーン、藤本元気54。5番、東星アイアン、矢野孝之55。6番、ライズ・イン・ザ・ノース、的場文雄55。7番、アギト、坂井誠二55。8番、マイティ・ウォーリア、井上俊彦55。ほう、来んのか。同栄の、北海道2歳優勝の。まあ、勝っちゃった方の騎手か。そして9番光要素、滝川時期は55、10番カジノフォンテン、川島翔太郎55、11番ハルディネロ、真島大輔55、12番東星ガーネット、笹川翼54。まさか東星ガーネットって、おお、薬物出た馬か そして13番ソウルツアート、重田健一55、最後は14番龍のボサノバ、森タイト55。龍のボサノバなんて名前いるんだ。龍の菩薩みたいな名前の馬は知ってるんですけど、龍の菩薩いねえか。なんかね、龍の菩薩だから龍の菩薩みたいな、なんか変な名前の馬がいるんですよね。まあ、変な名前ってもの知らないですけど。なんだろうね。まあいいや。まあ行きましょうかね。ってわけで、まあ全部見ていきます。まず1番サージュから。桜プレジデント母が桜ブルーズ母の血が外馬。2歳、まあ、それ2歳か、265万円。新馬戦 JRA の、失礼、門別で、新馬戦、まあ、4番手から伸びきり勝ち、差はギリギリと。で、ターフチャレンジ5着、コスモス賞遠征5着、前走が、転入初戦、0秒1差で2着と。まあ、距離は戦後戦なら経験済みなんで、まあ、悪くはないですね。ただ、北海道時に重賞未経験っていうのは、ちょっといただけないかなと思います。一応、先行で、重賞未経験と。2番、ファーストメロディ、赤岡修司か。全然気づいてなかった。あ、しかも北海道馬なんだ。ごめん、全然気づいてなかった。父がパイロ、母の父がゴールドアリエルと。JR インディフレッシュチャレンジ、2番手から伸びきり勝ち、安城落合源太と。で、フローラルカップ6着、エイデロワイス賞が、前走12着と。まあまあか。で、今回はまあ、北海道馬としての、立ち区枠を使っての遠征か。なかなか面白いね。立ち区分けできましたか。ただちょっとこれに関しては、まあ、落合源太、万の額から、ちょっとこれに関しては確実に除外しましょうかね。3番、金戸鉄筋。前走、鎌倉記念6着。まあ、若武者賞のね、鎌倉ショートレイヤルの、でかいレースでいきなり勝っちゃった馬なんで、ちょっと気になってたんですけど、やっぱり鎌倉記念視野に行くんで、敗成功記念でな、こっちに来ましたか、というところですね。まあ、悪くはない意図だと思いますね。安城も増田光弘騎手で。まあ、内岡入って先行馬、どこまで行けるか期待したいと思います。4番、スウォードクイーン、藤本元気。サダムパティック、父が、不採地なんとかか。不採地ペガサスなわけねえよな。7番いねえか。まあいいや。ちょっと成績悪いな。スパーキングデビューが4馬身差の2着。そうっすね、4馬身差っすね。で、その後は、まあ、普通の2歳戦でも、掲示板がギリギリで、しかも7着と。で、特別競争行ったら4着、8着で、前走の浦和戦に関しては、連投で、8着と。さあ、除外しましょうかね。よいしょ。
で、5番が当選アイアン。当選もなく当選ブリージャーのシンボリックリセスト。おー、758万。おー、すごいっすね。デビュー戦2着。まあ、ただ6マシン半をぶっ放されましたね。勝ったの誰逆に。クイーンザビクトリー、知らねえな。沢田良也で6馬身か。すげえな。なかなかいい馬じゃん。で、その後1着と。で、サプライズパンメモリアルと、東進ブリザードメモリアルを、まあ、1着2着と。まあ、8馬身は話すけど、あ、違う、8馬身じゃない、4馬身か。4馬身は話すけど、3馬身話されましたと。2着にサウンドボス。で、当選が、あー、あっちの当選か。ってことは、俺多分画像フォルダ探せばこの子の名前あるな。そっか、あの当選か。ね、なんつったらいいんですかね。まあ、薬物に出なかった方の当選ですね、あの時の。まあ、でも、悪くはないんじゃないですかね。全体的に見ても。まあ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 、悪くはないでしょうね。まあ、逃げ戦で打っときましょうかね。まあ、安城もね、柳田海騎手なんで、まあ、なおさら問題はないと思います。6番、ライズインザ、なんだっけ。ちょっと Wi-Fi 切っちゃいましょうかね。もうその方が接続が早いんで。ライズインザノース、父がフレンチデピティ、母の父がネオユニバースと。北海道でデビューして4、3、1、ルビー特別に、ターフチャレンジが9、コスモス賞8、盛岡のジュニアグランプリ遠征して10着ぶっ飛びと。で、前走 JRA、北海道が転入初戦。まあ、2馬身差逃げ切り勝ちと。で、安城は的場踏みようと。ジュニアグランプリ。芝の、多分芝が合わないんですかね、この子。まあ、ただね、フレンチデピティのネオユニバース。まあ、確かに血統から言って芝が無理かっていうのを判断するのは早いかもしれないですけど。完全に伸びきってないんでね。全然そのジュニアグランプリ。まあおそらく、ここから、どこまで残るのかな、こっちに。鎌倉記念まで残るとして、羽田杯ぐらいには帰っちゃうんですかね。京浜杯までは多分残る気がするんですけど。確か京浜杯って3月だよな。違ったっけ、あの S2 って。確か今年3月の15あたりだったと思うんですけど、全然違えや。あ、3月の20日だから近いわ。全然違えやつってあってましたね、若干。京浜杯まではいるとして、まあまあでも、うん、期待はできる一頭かな。ちょっと逃げで打っときましょうかね。7番のアギトと。トゥザグローリーの母の父のブライアンズタイム。おー、中距離いけそうじゃん。浦和のデビュー戦が3着、2戦目3着。ただすごいのはね、1番人気で5馬身離されたのは痛いっすね。勝ったのが、なんとも言えねえやり方か。そういうことね。あ、なるほど、なるほど。なるほどね。はい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 、はい。そういうことか。それで初勝利まで時間かかっちゃったのか。全然そう。新生特別2歳戦。まあ一応3馬審査か。2着の馬が、同じ厩舎のサーブルグロワルト。一番人気どれだ？これか。船橋からの遠征馬か。で、連投で川崎が2着と。これ絶対なんかいそうじゃね、もう1頭ぐらい。一頭足なんだ。へえ、珍しいじゃん。あ、光要素か。なるほど、なるほど、なるほど。ほう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 。まあ、持久者がね、多頭出しした時の馬って基本的に危ない性質があるんで、まあ、特に薬物出ちゃった厩舎に関してはね、なおさら危ないとしか言えないんで。まあ、でも実績から見てもね、悪くはないんですけど、まあ、浦和に確かに2歳重賞がないんでね、かわいそうですね。一応先行で打っておきます。8番、マイティオーリア。北海道から参戦、井上俊彦と。井上俊彦、ちなみにちょっとデータ出したい。どうだったか。あ、これ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 、北海道2歳優秀。やっちゃったっすからね、どう言えば。ただね、この着順に関しては、なんかいじれないらしいんですよ。北海道をね、北海道で馬主やってて、北海道の、あと馬の競りとかか、ああいうなんか解説やってる古谷さんって方がいるんですけど、その人がね、なんか、ブログ的なの見たら、なんかこの着順は、ね、いじれないらしいんで、おそらくこの後、ウィンターウェール号に関しては、まあ、一応北海道競馬に確認は、取れたら取るつもりですが、全日本2歳優秀、まあ、優先出走権もらえてるはずです。違ったっけ？全日本2歳優秀かな？まあ、多分なんかのレースでね、優先出走権もらえるんですよ。まあ、一応これに関してはね、確認したい。まあ、できればね、したいかなと思いますけど、北海道残りあと少ないんでね。まあ、できたらしますが、忘れたらごめんなさい。この馬自身、認定フレッシュ、5馬身差ぶっちぎり。ただ、ブリーダーズコールドジュニアカップ、9着で前走13着と大敗と。まあ、遠征してくる価値の馬ではないですね。除外します。9番、光要素。フリー要素、光ビグラス、母の父がサウスビグラスと。ただ、すごいのがもう母の父なんだね、サウスビグラスって。
で、父が不良走。まあ、ダート走るような馬って感じはしますけどね。ではね、光要素。母と父ちゃんから完全に名前もらいましたか、丸出しの馬。スパーキングデビューが2着、ヒートアップ賞が3着。で、秋金特別で、4馬身半、5馬身ぐらいぶっちぎりと。4馬身か。で、アギトに4馬身と。で、前走、鎌倉県、惜しくも、4着と。まあ、鎌倉県に関してはね、しょうがないっすね。北海道馬関係が強かったんでね。まあ、ミューチャリーもすごかったし。うん、グラビテーションがね、この3着来たことに関しては、9社もろとも潰れろと思いましたけどね。うん、まあでも今回ね、前走鎌倉記念4着の実績考えてみても、まあローテーションからしてもね、悪くはない一頭ですね。そして10番がカジノフォンテン。こちらが船橋か。カジノドライブ、母の父がベストタイアップ、知らねえな。新馬戦か。7馬身ぶっちぎり。7馬身ぶっちぎりかの直通か。なんかここの母の父です。あ、全然違った。アルディトシーだかなんかエスポールシーあんのかなと思ってた。SK はあの SK か。すごいですね。7馬身か。結構ぶっ放しましたね。うん、これはでも、期待の一頭だけど、10月5日だからな。10月5日だから、どっか遠征させてから、敗戦保険でもよかった気がするんだけどな。ちょっとこれに関しては、まあ、川島翔太郎自身があんまりいい機種ではないんでね。こいつ確かどっかで一回、府中騎乗かなんか取ってるはずなんですよ。いつだっけな。このバカ最後追わないからね、なんかの間に差し切られて2着かなんか来てるんですよ。多分この前回の船橋か、こっちかな、この裏場か。このバカやったんですよ、ほんとに。だこいつでもね、騎手としてはね、まあ、お父さんね、お兄さんか。お兄さんが調教師なんで、まあ、馬はもらえてるはずなんですけど、こいつ騎手会だっけ？あー、こいつ騎手会なんだ。あー、捨てられたんだ。なるほど、なるほど。まあでもね、これでまた府中騎乗なんかしなきゃいいですけどね。まあとりあえず、まあこのメンバーでたかが新馬戦7馬身ぶっちぎりなら除外しておきましょうかね。あんまり騎手が好きじゃないんで。11番、ハルディネロ。父がダンカーク、母の父がサンデーサイレンス。2歳新馬戦、今年の6月3馬身差、差し切り勝ちと。で、前走8月が、まあ、4番目から伸び切りなんとかってところか。まあ、どちらも2番人気でね、まあ、荒山調教師が真島大輔騎手で来たってことは、まあまあ、それなりの馬なんでしょうね。まあ、こっちの方が面白みがありますね。先行も良し、差しても良さそう。でも、敗戦後記念来なかったのはちょっと意外なところですね。それとも連投させる、なわけはねえわな。12番、当選元年と前走薬物が出ました、この馬でございます。主なレースが、ドリームチャレンジ2着。このドリームチャレンジってあれだよな、確か持久車だって買ったの。そうですね。だからこういうね、新馬戦とかでね、同じ厩舎から多頭出しね、一番危険なんだよね。若草特別に関しては勝ちましたと。まあ、半馬身差なんでギリギリですね。で、浦和の地元新生特別に関しては、勝ったのが、船橋からレベル4か。矢野町厩舎やるじゃん。まあ、置いておきましょうかね。で、北海道、失礼、札幌のクロバー賞遠征して8着。で、前走、東進ブリザードメモラル、薬物が出ない期間であろうと思って使った結果、まあ、薬物出ましたと、ざまあ見ろ。ってことなんで、これ本命にして飛ばしましょうかね。これほど今回飛ばす素質がある、まあないと思うんですね。そして13番、スフォルツアート、重田健一騎手。こちら、川崎の馬か。父フリーホーズ、母の父がシンボリクリスです。俺どちらかというとシンボリって言ったらルドルフ派なんだよね。関係ないですけど。北海道でデビュー、新馬戦がこれ雪かなんかで取りやめかな。天候は曇り。多分なんか馬場が腐ったんですかね。うん、雪なのか霧なのか何なのかちょっとわかんないですけど。で、その後のフレッシュチャレンジ、まあ2番人気で、5着と。ただ2歳未勝利戦にして、初制覇。アタックチャレンジ7着。で、川崎に転入後、矢野孝之で逃げ切り勝ち。で、浦和に遠征して2着。前走鎌倉記念が後ろから行って伸びきれずと。川崎の外枠苦手なわけじゃないんですけど、出遅れたんですかね、マシマ大好き騎士で。まあ、今回、重田健一騎手なんで、どうなんのかね。まあ、ちょっと、心配なところはありますね。そして最後14番、竜のボサノバ、エスポール C サンク。母の父がエルコンドルパサと。新馬戦4着、2歳戦が、2連チャンで2着と、盛りたいと、さすが翼。で、前走、ポートサイドアイドル特別競争に、2馬身差か。まあ、差し切り勝ちって言っていいのかな ?11 頭だから、まあ、伸び切り勝ちというべきか。2馬身半。ほう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 。
3番人気、これ、バンバイって言うんだ。バンバイ、あ、バンパイか。じゃあ、アンパイでよくね、それか、バンザイでよくねと思っちゃったんですけどね、今。うん、まあでも、まあ今のところ4競争してたら、こいつだけ距離が1200なんだよな。うん、ってわけで、まあどうしましょうかね。まあこの中でちょっと距離も、考えていきましょうかね、まともに。うん、まあサージュに関してはね、柏木騎手乗ってて、まあそんなに問題はないんですよね。ちょっとまあ見にくかったら申し訳ないですけど、まあ距離も前走1500来てるし、北海道時代もね、1700行ってるんで、まあ距離的に見ても1番に関してはまあそんなにか。まあ3番の金戸出勤、こちらもね、鎌倉記念行ってるんで、1600に関してはまあ全然問題なさそうで、ただどこまで量化できるかってところには、かかってくるかなと思います。当選アイアン。こっちに関してはまあ1600、あの、あれですね、薬物出た馬のおかげで勝ち扱いになってるんで、まあこれに関しても、まあ、なんだろうね、まあ船橋なんで、まあこのレース勝った後どうするのかな、やっぱりまあ全日本行って、船橋って3歳戦ねえからな、まともなの。船橋の3歳戦はないっすね。うん、強いて5月の東京ワンカップか。そこまでないんで、まあおそらく羽田杯行っちゃう、あ、京浜杯か。京浜杯行っちゃうんで、で、5月だと羽田杯がね、うっすらなんで、多分羽田杯だろうな、そうなると。東京ワンカップはこの子行かねえだろうな。まあそんな感じですね。まあ5番に関しても、問題は全然ないかなと思いますね。で、まあ6番の問題はこいつなんですよね。まあ戦後は勝ってるとは言ったものの、ここまで通用するか見ものなんだよな。ターフチャレンジで3番人気で9着、後ろから行って失敗なんでね、出遅れ行くぜというべきなのか何なんですかね。服部隆文騎手で2回後ろから行っちゃってるんでね、まあ外枠が無理だっていう判断にもなるんですかね。一応9番は、8番でまあ行ってるんで、まあなるべく外、どちらかというと外枠なんでね、内枠でスタート決めたらいいのありますけど、外枠になったら前に馬行かしちゃうんで無理ですよって言ってるようなもんなんでね、今回ちょうど中間なんでね、なんともいじりようがないですよね。で、7番ナギト、まあこっちに関しても、そんなに距離問題なさそうですね。まあブライアンズタイムなんで、まあ面白そうな、うん、どこまでいけるかところだと思いますね。で、光要素に関しても、問題ないし、これは11番か。まあ、これに関しても、ダンカーク、サンデーサイレンスなんで、まあ、この馬なんか逆に、多いだからね、どうなんだろう。多いとなると、どうなんだろうな。多いとなると、まあ、雲取りしようか。まあ、そうなるのかな、来年は。浦和に遠征して行かせるっていうのはあるんですけど、まあ、地元の熊取賞にエントリーでも悪くはないと思うんでね、もうちょっと賞金加算じゃなきゃなりますけど、そうなると。まあ、でも590万持ってるんで、今のところ2連勝で。このままいけば、本当にね、今年の、京浜杯、羽田杯、まあ、その辺あたりは、こいつ面白くなりそうですね。うん、問題なさそうですね。で、12番の、当選ガーネットに関しては、このままぽっこりってくれたらいいと思って置いときましょうかね。で、龍のボサの場、まあ、エスポール C3 区とエルコンドルバサなんで、中距離期待したいんですけど、もっか短距離まっすぐでと。まあ、ローテーションに関してもね、今回いる馬、まあ、前走のローテーション、基本的に問題は、そんなにノットオーソリティ的な感じなので、まあ、そんなに心配ないですけど、まあ、どこまで距離延長が通じるか、まあ、しかも外枠なんでね、エスポアルシーは好きなんだよな。ただ、佐藤哲人はあんまり知らないんだよな。とりあえずでも、千差し取っときましょうかね。ってわけなんで、生き残ったのが、1番の先行、3番の先行、5番が逃げ戦、そして、6番が逃げギリギリと。7番が先行、9番も先行、11が、先行と差し OK。で、12は本命で飛ばし、13番のスフォルツァーとか、フリオス参加、花水行き、シンボリクリセス。まあ問題なさそうっす。でも鎌倉記念ぶっ飛んだからな。どうしようかな。まあここはちょっと川崎は除外しましょうかね。で、最後14番が、エスポアルシート。完全に騎士で読んじゃった今。くらいか。ってわけで生き残ったのが、1、2、3、4、5、6、7、8頭か。まあ8頭なら、まあ妥当ぐらいですかね。というわけなんで、推奨馬決めたいと思います。
本命、12番の当選ガーネット、まあ、これに関してはこのまま、まあ、ちょっと笹川潰す騎士には、ね、悪いんですけど、このままポッコリ行ってもらおうかなと思っております。そして2番手、どうしようかな。俺の場合はね、差別をしたりね、偏見がすごいタイプの予想にするタイプの人間なんで、てか逆にその予想が意外と当たったりするんですよね。とんでもない時に当たるんですよ。というわけで今回も差別をね、入れていきたいと思いますね。うん、どうしようかな。まあ、決闘から申し分なさそうなのは不利要素とサウスビグラス入ってる9番か。まあ、9番でいいと思いますね。ただ本当にこれやべ、赤ペンがインク出るのができちゃった。新しい赤ペンどこだっけ？あれ、5本入りの赤ペンがなくなっちゃった。あった。以前ね、どっかのブックオフで買ったね、5本入りの赤ペンがね、まだ残ってるんでね。本命が12番。あ、ちょっと汚くなっちゃった。ちょっとね、この右上の方ね、ゴミ溜まっていくんでごめんなさいね。12番。で、2番手が、9番の光押すと。で、3番手どうしようかな。もう今回はね、船橋がね、出走表出るの遅かったんで、もうちゃっちゃと終わらせたいんですよ。ってわけでどうしようかな。実績盛りたいと、馬をエスパルシー取るか、まあ、それくらいしかいねえんだよな。12は OK でしょ ?9OK でしょ、そうなると1,3,5,6,7。なんか酒井誠司応援するのは尺に触んだよな。かといって、マシモ大好き、荒山中継好きかと言われたら、あんまりララベルの一見があるから好きでもねえんだよな。かといって、盛りたいってなんかなおさら興味ねえからな。どうしようかな。あ、ノルマンディなんだ、馬主。ああ、じゃあ、馬主ノルマンディならこれでもいいかもね。ライスインザノース。ただ、賞金少ねえからな、こいつ。北海道はね、フレッシュチャレンジ勝たないのはね、あんまりいい印象ないんですよね、個人的に。まあ、一応5番にもね、当選入ってるんで、こっちは5番でいいか。一応3番で評価は5番のもう1頭の当選にしときましょうかね。で、4番手に、まあ、おそらくでも、アギトをこの坂井誠司に乗せたことに関しては、まあ、アギトの方がね、勝てる見込みあると判断したんですかね、関係者としては。まあ、一応、とりあえず4番で評価は7番のアギトにしときましょうかね。ってことなんで、よいしょ。女水晶馬、4頭はこんな感じにしておきたいと思います。本命飛ばし12番の薬物馬、2番が、光要素、3番手に5番が、もう1頭の当選ですね。で4番手に7番が、アギトとなっております。では、フォーメーション考えていきましょうかね。ちなみに前走のこの薬物乗ったの誰だっけ？あ、これ坂井誠司か。さあ、どうしましょうかね。ただ薬物馬も強かったからね、どちらかというと。どちらかというか、まあ、正直に言うと、俺、このレース買っちゃってたんですよね。確かね、フォルダー探せばあるはずなんだよね。これね、1枚だけありましたね。前走、ちょうどこの薬物レース。俺、買ってたんですよ、当然2頭で。ワイド1点だけ。だから、これが当たってたんでね。まあ、良かったんですけど。まあ、でも、だからといって応援するかって言ったら、まあ、それはね、話が変わるんで、まあ、それは別問題なんですけど。まあでもどうしようかな、フォーメーション的には。まあ一応、ケツが8頭しかいないんで、そんなに買い目増やさなければってところには、まあ、なると思うんですけど。どうしようかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあ全部で9頭か。全部で9頭だから、あんまり幅広くするとな、後々痛いんだよな。まあただ問題なのがね、この前回のこの薬物馬がそんなに悪い馬かっていうとそうでもないんですよね。母の父黒船、しかもアグネスデジタルなんで。アグネスデジタルって言ったらあれだっけ、全日本勝ってるっけな、確か。アグネスがね、一頭ね、なんかアグネスっていろいろですよね、アグネスタキオンとかいろいろ。多分ね、アグネスデジタルはね、全日本勝ってる気がするんですよ。勝ってなかったら申し訳ないですけど。このままもな、距離延長しても、まあ問題ないと思うんですけどね。しかも逃げ切ってはあれなんでね。まあ失格にはなっちゃってるんですけど、勝ちタイムとしては1分43秒2。で、上がり3ハロンに関してはもう逃げた馬で最速38秒1と。まあ仲間かの怪物っぷりとなってますけどね。まあ差としてはおそらく5、6馬身ってところだと思うんですよ。1秒12なんで、1秒1ぐらいなんで。おそらく行って5、6馬身ぐらいだと思うんで。そうなるとね、まあ、前回と同じコースで、むしろ同じ距離なんでね。でも、逃げ切りでいいな、外枠だけど。5頭と14頭じゃ、本当に全然比べにならないんでね。ど
どうしようかな。まあ、薬物までも勝てそうだけど、本当に飛んでくれたら嬉しいな。どうしようかな。とりあえず5790年決まりでしょ。一等だけ2着に足すか。何足そうかな。この中で何足すかと言ったら、まあ、ドアエヴァが2頭ともね、そんなにいい馬じゃないんで、まあ、パイロ3区だからって言ってそんなにエゴできるわけでもないんでね。どうしようかな。この中で唯一馬主とか生産牧場が上がってるんですよ。俺、ノルマンディしか知らないんですよね。あと、まあ、この当選の人はおなじみの名前だし。どうしようかな。騎手で決めるか、父親で決めるか。悩むなぁ。どうしようかなぁ。実績から言ったら、11番でいっか。敗成功記念行かずにこっち来たっていうのは印象強いんでね。ちょっとこうしましょうかね。というわけで3連単のフォーメーションこちらでいきたいと思います。頭4頭、なんだっけ。名前忘れた。もう1頭の当選と、アギトと光要素と薬物場から4頭軸に、そのね、光要素とか薬物場と、あとね、この、まあ、マシマ大輔氏と、まあ、荒山調教師のコンビでね、1頭足して、まあ、4号の、9頭のフォーメーションでいきたいと思います。ちょっと見にくいんでごめんなさいね。一応ね、4頭、5頭の、9頭のフォーメーションでいきたいんで、買い目としては、5、7、2、4、6、7頭か。7頭の28点。マジ？めちゃめちゃ遠そうにな。7頭の28点。112点か。まあ、おそらく赤字だろうな。まあ、今回はね、前走薬物使ってるこいつがどうなるか次第にはなってくると思うんで。まあ、でもこれぐらいが一応ね、妥当かなと思いますね。というわけでね、一応、いつものごとく概要欄の方にはね、載せてきますんで、ぜひご確認ください。というわけで、一旦今日の動画終わりにしておきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。